三菱商事、三菱重工、AGC、朝日ガラス、新キャタピラー三菱、MMC 三菱自動車、大道ドリンク、プーマ、三菱重工ビーバーエアコンの提供でお送りします。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。イングランドのグディソンパークです。今週はイングランドリーグ創設100周年記念試合、昨シーズンのチャンピオンのエバートンと西ドイツブンデスリーガのチャンピオンのバイエルンミュンヘンの親善試合の模様をお伝えいたします。レフリーはウォーラルさんです。解説はおなじみ日本サッカー協会の岡野慎一郎さんです。なかなか岡野さん、このドイツイングランドを代表する名門チーム同士の対決ということでは興味がありますね。そうですね、面白い試合でしょうね、はい、これは。しかも昨シーズンのチャンピオンですからね、はい、チャンピオン同士ですから、ね、まあ、はい、好敵手ですよね、はい、あまりこういう対決は見られませんものね、まあ、あのヨーロッパカップですね、はい、チャンピオンズカップでぶつかればね、はい、あるわけですけどね、なかなか強豪同士が一発で当たるということないですからね。そうですね。左側赤いユニフォームがバイエルンミュンヘン、そして右側ブルーがエバートンです。それでは早速両チームのイレブンをご紹介します。まずホームチーム、ホームのエバートンです。ゴールキーパーはウェールズ代表のサウスウォール、2番がイングランド代表のスティーブンス、3番がウェールズ代表ベルギー生まれの新鋭プレーヤーのファンデナウ、4番はキャプテンスイーパーのラトクリフ、ウェールズ代表です。5番がワトソン、6番はイングランド代表のピーター・リード、7番がアラン・ハーパー、8番が小柄168センチ攻撃的なミッドフィールダーのアドリアン・ヒース、9番がスコットランド代表のグレーム・シャープ、10番がスノーディン、11番がケビン・シーディー、アイルランド代表です。なかなかいいメンバーですね、いいメンバーですよね。今シーズンはあのハワード・ケンドール監督からコリン・ハーベイ監督に変わっています。ちょっと寒そうですね、吐く息が白いですね。相当寒いんでしょうね、はい、一方の西ドイツの名門のバイエルン・ミュンヘン、ゴールキーパーはベルギー代表のジャンマリー・プファ、2番がビンクル・ホファー、3番がバイヤー・シュミット、4番がフリック、5番がナハトバイ、6番が西ドイツ代表のクラウス・アウゲンターラ、7番がベークマン、8番は西ドイツ代表のマテウス、9番はご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、岡野さん、なんとウェールズ代表だったマーク・ヒューズがバイエルン・ミュンヘンに来たんですね。そうですね、これローンですね、はい、貸し出しできてるんですね、はい、あのバルセロナで結構やっていたんですが、どうもスペインの合わないんではないかと言われていて、岡野さんおっしゃったように、いわゆる、まあ、シーズンシャープにパスしてきますよね、はい、ブレーメン監修が、まあ、こうした国際親善試合ということもあるんでしょうか。このグリソンパークは 52,691 人入るんですが、観客は 13,000 飛んで83人、あと3万ぐらい入るんですね、こうやってゴールラ見るとそこそれっぱちかなという感じがしますが、ね、そうですね、行き会の部分、シートの部分にあまり観客が入っていないような気もいたします。水曜日の夜のゲーム、よっぽど寒かったんじゃないかと思いますよ。そうでしょうね、はい、しかしケビン・シーディーですか、半袖着てます、そうですね、だけどあのバイエルンの選手誰だかちょっとまだ分かりませんが、はい、ユニフォームの下に首までのシャツ着てますね。あ、そうですか、はい、ボールコントロールしてセンタリング、ダイレクトのシュート、腕を越えていきました、ダイレクトシュートです。もう少しこうあのドライブがかかりますとね、うん、そうですね、誰だったのか、シーディーですかね。あ、シーディーですね、ケビン・シーディー、ダイレクトシュート、わずか上ですね、ジャンマリー・プファフはあんまり反応していなかったんですが、うん、これはクロスバーの上という判断でしょうね。そうですね、それでダイレクトですからね、やっぱりちょっと動きも、はい、反応難しかったと思いますね。あ、なるほどね、はい、赤いユニフォームバイエルン・ミュンヘン、ミッドフィールド左側へ振りました。この位置には10番のケーグ、将来性豊かな代表選手です。6番がクラウス・アウゲンターラー、キャプテン、押し上げてきたのがビンクル・ホファー、さらに右のオープンへ、この位置に11番のブレーメですね、はい、ブレーメが中を見て逆サイドへ振る、あとちょっとボールが長かった、しかしコーナーですね、はい、エバートンは昨シーズンのイングランドリーグのチャンピオン、ブンデスリーガのチャンピオンのバイエルン・ミュンヘン、3連覇9回目、
まあ本当に強いですね、バイエルンは、バイエルンミュンヘンは本当に名門になってきましたね、はい、ニアポストクリアです。ワントラップしてビンクルフォアでしょうか、ロングシュート、キーパーのエルサーショー、ウェールズ代表です。186センチ、しかし観衆の拍手がなかなか岡野さん気持ちいいですね、いいプレーにはね、はい、敵味方関係なしに本当に素晴らしい拍手が湧きますね。そうですね、ブルーのユニフォームのエバートン、ケビン・シーリー、いい格好で岡野さんボール蹴りますね、あっと危ない、ラストパスは通りません。こうしたその観客のマナーって本当にいいですね、やっぱりサッカー本当によく知ってるんですね、はあ、まあプレイヤーにも励みになるでしょう。日本は日本リーグを見ていましてもね、少し拍手が足りないなっていう気が僕するんですよね。そうです ね、 ね、いいプレーがないわけではありませんので、まあ積極的に僕も拍手をしたいなと思います。おっとシーリー、ちょっとバイエルンミュンヘンのディフェンダーの動きがぎこちないような感じをいたします。ジャンマリー・プファフ、ワールドクラスの、ね、ゴールキーパーです。ボールコントロールして後ろに戻します。アウェンターなんでしょうか、いやマテウスです。また戻します。エバートン戻りが早いですね。はあ、エバートンすごいトップからね、はい、フォワードからのディフェンスが素晴らしいですね、はい、ボールの出るコースを実によく読みましてね、はい、出る先キャキャッとプレッシャーをかけていくんですね、はい、基本的には運動量が非常に多いと思いますね。これはそれだけになかなか崩せないわけですね、さあどうか、アウエンターラ、右に振ったベイクマン、タックルスバーの上を越えていきました。ユルゲン・ベイクマン23歳、シャルケヌルフィアから今シーズン1億3000万円でバイエルンミュンヘンに来ました。172センチ、決して大きいプレイヤーではありません。しかし胸板が厚いですね。これはもう本当に上半身の筋肉というのはね、これはもう瞬発力の一番の源泉ですからね。ああそうなんですか、はい、ケビン・シーリー、グラウンダーのパスの交換からもう一回シーリー、インターセプト、赤いユニフォームのバイエルンミュンヘン、ゲーンと上がります。7番のベイクマン、ミドフィールド、はい、パス交換で逆サイドに触れるかどうか、マテウス、やっぱり出せないんですかね、もうディフェンスがきちっとできてますからね。ロングシュート、ちょっと味方に当たりましたんでね、コースが変わりましたが、キーパーのサウスボールが抑えました。まあ、あのくらいからシュートするようになっちゃうんですよね。あ、なるほど、レフリーに当たったんですよね。あ、レフリーですか、はい、だからちょっとシュートした選手が戻りながらレフリーに何か言ってましたね。あ、そうですか、まあ、レフリーは意思となったということですね。これはしょうがありません。ただプレイヤーのやっぱり邪魔になるような流れの中に入ってきますとね、はい、これやっぱりいくら石でも、そうですね、石の大きさが大きくなって、はいはい、おっとロングシュート、シャープですね、レームシャープ、スコットランド代表、185センチ、グラスゴーの出身で27歳です。いい体してますね。これは線もありますしね、はい、本当にゴールゲッターという感じがしますね、はい、ストライカーのグレームシャープ、ジャンマリー・プファフが、岡野さん、だいぶヘアスタイルが変わりまして髪を長くしましたね。そうですね、はい、グラウンダーのクロスのパスきっちりとマークしています。11番のケビン・シーディ、ブルーのユニフォーム、ケビン・ラトクリフ、キャプテン、このラトクリフっていうのは上手いプレイヤーですね、ね、おっと5番のナハトバイが戻します。ナハトバイですね、首までの下に、あ、そうですね、はいはい、シャツを着てますね。あっとオフサイド、ヒューズですね、はい、9番がマーク・ヒューズ24歳、キーパーが取りました。アカニアのシャープがシュートを放ちますね。そうですね、おーっといけない、これはいけない、プレゼントした、簡単に決まったシャープ、
那覇とはいいの大きなミスです。いやー、那覇とはゴール前で相手のフリーのゴールゲッターにパスしていきますよね。そうですね、珍しいプレーですね、これ向こうのディフェンダーにね、はい、パス通そうとしたんですがね、はい、中間にこのシャープがいるの気がつかなかったんでしょうかね、見えなかったですかね。これも岡野さん、チームプレーの一つになりますよ、これはもうね、シュートしてくださいっていうボールパスしましたからね。そうですね、14分シャープのゴール決まって1対0エバートンリードです。いや本当に珍しくプレゼントゴールっていうんでしょうかね、見ましたよ ね、 あれはジャンマリープファフもどうしようもないでしょう、予期しませんよね、はい、ミッドフィールドはかなり両チーム肉弾戦ですね。こういうところにね、はい、今見ると分かりますが、はい、エバートの選手が持っても赤のバイルの選手1人しか見えなかったですね、今度は逆の時をね、はい、見るとよく分かると思いますよ、はい、バイルの選手がね持った時この後ですよね、はい、ブルーのエバートの選手がどのくらいボールをチェックしていくかというところですね。大きく蹴ってしまうとこれはまたちょっと違いますが、こういう時ですね、はい、このつなぎからですね、はい、まあ、ディフェンスはここでもう始まってるわけですね、もう始まってますね。フレームシャープ寄せていくでしょう、はい、寄せますね。ここでも突き抜けていきますね。つきました、ハンデナオ、ハンデナオのセンタリングだ、危ない、バイルミヘンちょっとピンチ、フォワードが戻る、危ない、キーパー出した、8番のアドリアン・ヒース、ジャンマリープファフ受難の日ですね、これは。8番のアドリアン・ヒース、168センチです。しかしこの人はあの攻撃の組み立ても上手いですね、突破していったのがピーター・リード、このこぼれたところへ、手のところで顎のところへね、はい、スパイクが力いっぱいじゃなかったですね、まあ、あのディフェンスを開始して、そして相手のボールをダッシュする、奪うということですね、非常にトップの選手からね、はい、実にうまいコースの読み方の中からね、はい、数的優位をもう守備がテケケケッと作ってるんですね。これはもう素晴らしいディフェンス見せてくれますね今日。まあ今シーズンも開幕からエバートンは上位を占めていますが、まあ、81年に就任して、まあ、昨シーズンでやめたハワード・ケンドール監督が本当にあの4つのタイトル、84、87のリーグの優勝、それから80年の FA カップの優勝、85年のカップウィナーズカップの、まあ、優勝と、この4つのタイトルを置いていったんですが、フォワード・ケンドールさんという方が非常にあのディフェンスをこう重んじたといいましょうか、よく指導されたそうですね。そうですね、まあ、あの日本ですと杉守備重点というような言い方をするんですが、ね、はい、そうじゃなくて、はい、こういう守備をやると攻めに必ずつながるんですよね、はあはい、ダイレクトパス、まあ、ホームグラウンドですからね、エバートンにすればね、サポーターたくさん来てますから、はい、いい、まあ、展開を見せたいところでしょう。6番ピーター・リード、いいとこ入りましたね、懸命に守りますバイエルン・ミュンヘン、しかし押し上げます、デイブ・ワッソンでしょうか、7番のハーパーが叩いて右のタッチライン際からワン・ツーリターンは、おっとインターセプトしたままコントロールして切れ込んだペナルティーエリア、8番のアドリアン・ヒース、一番深いゾーンからボールを縦へ出しましたバイエルン・ミュンヘン、ドリブル突破して戻します、シュート、まあ、一つの典型的なパターンですね。そうですね、ラトクリフですか、いや違うですね、今のラトクリフじゃないでしょう、スティーブンスだったんでしょうか、深い位置からのシュートでした、プレイヤーの吐く息が本当に白くなっています、イングランドのグディソンパーク、リバプールです。リバプールベンチですね、はい、リバートンベンチですね、あ、はい、そうだね、はい、ですね、戻します、ケビン・シーディ、バイルンのはマークはしてるけど1対1という感じになりますでしょ、はい、で
パスが出ればその次のマーカンとかがグッと詰めてはいきますけどね、はい、ケビン・ラトクリフ、10番のスノディン、押し上げた2番のスティーブンス。さあここでのエバートンのディフェンス非常にしっかりしてますね、はい、通りませんのアルパス。グラウンダー抜けるかな、中をちらっと見た、アドリアン・ヒースか、押し上げた3番のファンデナウ、中央へよく動きますね、よく動いてますよ。ケビン・シーリー戻して10番のスノディン、ドリブルに入ってどこにボールを出しますか、右サイドカットに行きましたが取れません。さらに戻します、エバートンの選手の方がボールを持ってから周り振り向いて周りを見る余裕があるんですね、つまりバイエルンの爪がちょっと甘いと、はあはあ、それに比べるとエバートンの爪は非常にディフェンダーの寄せが速くて正確だということですね、はい、それがしかもつながっているということですね、味方同士が。あーっと危ない、おっと5人ですね、またシャープですか、はい、今日は本当に名前の通りシャープですね、頑張ります。フリーキックからダイレクトで引っ掛けるんですがね、はいはい、あーこれですか、もうねダイレクトだからこれはちょっと止められませんね、はい、キーパーもちょっと予測できませんね、そのまま右足で引っ掛けてますね、いいシュートですね、ボレーですね、はい、見事に決まりました。14分22分、いずれもグレームシャープ、グラスゴー出身のスコットランド代表のシャープが2点取りました。これはいい展開ですね、はい、ビンクル・ホファーセンターリング、ニアポストにディフェンダーがいました。もう一回ブレーメン、慌てません、キーパーへのパス、ミドルサウスウォー186センチあります、ゴールキーパー縦一本、クロスが入る、バックアップしてシュート、会長ですね、そうですね、アラン・ハーパー174センチです、今のプレーいいフェイントですね、あれ当たらなかったらかなり危ないですね、あの枠には行ってると思いますね、コーナーキックです、ショートコーナー、またクロス、キーパー飛び出す、エバートンがボールを支配、イアン・スノーディン懸命のヘディングでのクリア、だいぶ押されます、バイエルン・ミュンヘン、ああ今言ったのはマーク・ヒューズですね、ヒューズがそのままゲーンと上がる、赤いユニフォームの黒髪、ヒューズにボールが出るかどうか、いやよく守りますね、早いですね寄せが、すごいフォワードからいいディフェンスしてきますよ、はい、アウエンターラーから2番のビンクル・ホファー、そしてもう1回アウエンターラー、アウエンターラーからもう1回ビンクル・ホファー、ちょっとポイントが少ないような気もします、やっぱり、うん、プレッシャーかけられてこういうところ追うでしょ、追いますね、はい、これまたすぐ行くんですよね、はい、10番のケーグ、グラウンダーでつないで前を向くことができません、アウゲンターラー、ここでホイッスルが鳴りました、ファウルがあったんですね、ほんのわずかですがアドバンテージ見てましたからね、はい、エバートンベンチ、イングランドリーグはご承知のように1888年にスタートを切っています、実に岡野さん明治21年ですね、そうですね、100年すごい歴史ですね、はい、ですね、101年目のシーズンに入っています、サッカーの母国イングランドリーグ、一方のドイツのブンデスリーガの方は1963年スタートですから、これも25年目のシーズンに入っているんですね、 そうですね、それまではね、はい、西ドイツはあの全国リーグでなしに5つの地域でリーグをやってたんですね、はい、そこがもう一部ということだったんですよね、はい、プレーが続きます、
いいボールですね。はい、いいボールが入った。ヘディングシュート、マーキーズのヘディングシュート、見事に飛び上がった方向転換、エバートンのゴールを破りました。やはりドイツの水の方が合っていると言いましょうか、イングランドに帰ってきて元気になったのかも分かりませんがね、ファインゴールです。美しいですね、このゴールは、実にいい体のひねりしてますね、はい、あれ岡田さん、首だけではなくて肩からガンって振り込むんだそうです ね、まあ、首だけやりますと、まあ、少年諸君のサッカーを見ていますと皆さんこう首だけでちょんといくんですがね、はい、飛び上がる寸前にやはり体を開いて腕をガンと振るんだそうです。ファインゴール、マーク・ヒューズ24歳、まあ、ユップ・ハインケス監督はシーズンが深まってきてから、まあ、今年はヨーロッパ選手権の関係で、まあ、早く西ドイツのブンデスリーが始まっているんですが、ゲームが混んでくる終盤にかけて、まあ、怪我なども出てくるということでは非常にこのマーク・ヒューズの力が必要ではないかということを言っているそうです。とにかく今日も岡田さん、ミヒャエル・ルンミニゲ、それから西ドイツ代表のボールファルト、この2人がサブですからね。そうですね、出てませんね。非常にあの選手の層の厚いバイエルンミュンヘンです。7番のアラン・ハーパー、スノーディン、ホイッスルが鳴りました。カチッカチッと行き始めますね。そうですね、やっぱりこういう親善ゲームでも勝ちたいんでしょうね。そうですね、2対1、まあ、トロフィーかカップが出るようです。あとロングシュートは外れました。かなり冷えています、グディソンパーク。ミドフィールド、もうほとんど時間がありません。前半はどうやら2対1で推移しそうです。イングランドリーグ創設100周年記念試合、エバートンとバイエルンミュンヘン、拍手がなかなか気持ちがいいですね。前半は2対1です。まあ、後半バイエルンミュンヘンが西ドイツ魂を発揮するかどうか大変に興味があります。解説は岡野慎一郎さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週後半をお届けいたします。ごきげんよう、さよなら。愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今週は国際試合、イングランドリーグ創設100周年記念試合で、イングランドの名門、昨シーズンのチャンピオンのエバートンと西ドイツブンデスリーガのチャンピオンバイエルンミュンヘンのいよいよ後半に入ります。前半終わりまして得点は2対1、エバートンがリードです。解説はおなじみ日本サッカー協会の岡野慎一郎さんです。キーパーのジャンマリー・プファフが変わったようですね。そうですね、変わりましたね、はい、バイエルンミュンヘンはどうやらライモンド・アウマンが入ったようです。エバートンとバイエルンミュンヘン、いよいよ後半です。イングランドはグディソン・パーク、エバートンのホームグラウンド、左側ブルーのユニフォームがエバートン、赤が西ドイツの名門のバイエルンミュンヘン。立ち上がりからちょっと危ないですね。エバートンの立ち上がりが本当に完全に全開ですね、エンジン ね、 イアン・スノディン、コーナーキックです。このコーナーの後で両チームのイレブンをご紹介します。11番ケビン・シーディ、グレーム・シャープが張り切ってます ね、2点取りました。危ないぞ、シュート、若いキーパーのライモンド・アウマン。それでは早速両チームのイレブンご紹介します。まずエバートンです。ゴールキーパーはウェールズ代表のサウスウォール、2番がイングランド代表のスティーブンス、3番がウェールズ代表のファンデナウ、4番ウェールズ代表キャプテンスイーパーのラトクリフ、5番がワッソン、6番のリードに代わりましてベテランのウィルソンが入りました。そして7番がアラン・ハーパー、8番がアドリアン・ヒース、168センチ小柄、そして9番スコットランド代表のストライカーグレーム・シャープ、そして10番がイアン・スノディン、11番がケビン・シーディです。一方のバイエルン・ミュンヘンです。ゴールキーパージャン・マリー・プファーフに代わりましてライモンド・アウマン24歳、ちょうど岡田さん、プファーフとは10歳違い若いキーパーです ね、 そうですね。ということはユップ・ハインケス監督が経験を積ませたいということで起用なんでしょうかね。そうでしょうね。2番がビンクル・ホパー、3
3番がバイヤーシュミット、4番がフリック、5番がナハトバイ。前半はいわゆるチョンボをしました。1点目をね、はい、本当にプレゼントパスですね、はい、それから6番キャプテン西ドイツ代表のアウエンターナー、そして7番のユルゲン・ベークマンに代わりましてボールファルト、それから8番がロタール・マテウス、9番がマーク・ヒューズ、ウェールズ代表です。まあ、いわゆる助っ人ということなんですが、前半1点取りました、はい、10番がケーグ、11番がブレーム、ともに西ドイツの代表選手です。さあ行きました、10番のケーグ、左利きですね、はい、全部のプレー左でやりますからね。戻して8番のマテウスのシュートだったんでしょうか、アウエンターラキャプテン、前方ルックアップ、吐く息が白い、冷えているイングランドのウィンソンパーク。さあナハトバイ、右足のアウト、うーんとカットされました。狙ってますね、先週も申し上げましたがね、はい、今日のエバートンのディフェンスは素晴らしいですね、はい、11番ケビン・シーリー、理想的な展開を見せているエバートン、新監督コリン・ハーベイが率いています。チップキックでクロス、中央に出した、押し上げる、2番のスティーブンス、今のしかし意外性のあるいい線ですね。そうですね、最後のシュートはちょっとパスとうまくタイミングが合いませんでね、はい、足がピシッと振り切れなかったから浮いてしまいましたがね、ああいう形でボールつながれるとちょっとバイエルンミュンヘンもボール取れないですね、はい、マーク・ヒューズが腕を手を上げていましたが届きません。14番がローラント・ボールファルト、後半から入りました。さあバイエルンミュンヘン縦へのスルーパス、キーパーのネビル・サウスウォールが出ました。11番のケビン・シーリー、叩いてあまり上がりません。こうした時の戦況の判断というのは非常にいいんですね、各プレイヤーがいけるぞという時にはスッと上がります。攻撃参加の時のフルパワーで走っていく姿っていうのは本当に速いですね。あーってやった、タックルがちょっと遅い、まあ、気持ちがいい場面ですよね。レフリーウォーラー、あーいいですね、なかなかね。4番ケビン・ラトクリフキャプテン、ラトクリフが蹴るでしょうか。ケビン・ラトクリフ浮いた、リバウンド、シュートはしません、うん、バイエルン・ミュンヘンもよく追います、詰めないといけません。あっとハイクロスが上がった、危ない、もう一回シュート、キーパーが出ていただけにね。そうですね、アドリアン・ヒース、危なかったですね、今のは1点ですよね。そうですね、はい、8番がアドリアン・ヒース、ここからですがね、ゴール前へ浮かす、アウマンが飛び出す、ここで競ったんですがね、ちょっとアウマン転倒しました、転倒しましたけどね、はい、アドリアン・ヒース、あー危なかったですね、ゴールの中1人しかバックアップしてませんでした、ね、そうですね、さあ、あと体を張りました、ディフェンス、しまったという悔しそうな表情を見せていました、ゴールからですね、はい、ミッドフィールド右のオープン、上がったのはスティーブンス、そしてこのアラン・ハーパー、スティーブンスが右にいますがケビン・シーディー、あーいいボールが出て落としてシュート、キーパー弾いた、ちょっとアウマンが自信なさそうですね、それにしてもね、はい、いい攻めですよ、そうですね、はい、本当に綺麗なチームですエバートン、気持ちがいいですね、はい、だから見ていますと、まあ、理想的な攻め、理想的な守りをするので、うーん、非常にサッカーは簡単だなというような、ね、感じがしますがね、いいパスですね、これは、はい、あ
最初の胸でのタッチ、ああ今のさっきですね、いい攻めの場面、裏側へ出てヘディングで落としてそれをボレーでシュートですからね、はい、アラン・ハーパー、これはもうキーパーとしては仕方ないですね。そうですね、なかなかいいゲームを展開します。イングランドの名門のエバートン、イングランドリーグの創設100周年を記念いたしまして、ブンデスリーガのチャンピオンのバイエルン・ミュンヘン、そしてイングランドリーグのチャンピオンのエバートンの対決、得点は2対1、エバートンがシャープの2ゴールによりましてリードしています。バイエルン・ミュンヘンの得点はいわゆる助っ人のマーク・ヒューズ、およそ2万の観衆が入っています。ハイクロスが入る、リバウンド、あと4番のフリック、バイエルン・ミュンヘン距離のあるパスですが、これはどうでしょう、キーパー出る、ヘディングですね、ナイスプレー、バイエルンも一発を狙ってますね。フランス・アルゲンターラ、3番のマイヤー・シュミット、ワン・ツー・リターン、おっと逆へ飛ばしたブレーメか、ディフェンダーが2人いきます、ダイレクト、あー、レフリーですね、ロングパス、きちんと通ります、ナイスコントロール、押し上げてきたプレイヤーがそのボールを引き継いでそのまま走り上がったプレイヤーにパス、アデリアン・キース、キースも攻めは好きです、サミーリーのような感じがしますね。そうですね、水曜日のナイトゲームで行われています、イングランドリーグ創設100周年の記念、ホイッスルが鳴りました、今のはオブストラクションですね、はい、ケール、10番のスノディンから左へはたく、もう一回スノディン、実にエバートンは運動量が多いですね、はい、パスを出して止まらない、いわゆる基本に忠実なパス&ゴーですね、みんなが動いてますよ、はい、さあボールを取りましたバイエルン・ミュンヘン、オフサイドはない、9番のマーク・ヒューズ、マーク・ヒューズ、うわ、いいパスシュート、ナイスキーパー、17ピンクですね、しいゴールキーパーのサウスワードも素晴らしかったですね、はい、そうですね、見事なドリブル、そしてフェイント、体がギュッと大きく左右に揺れます、今のプレー見てください、いいプレーですね、サウスボールも低い位置でね、岡田さん、はい、叩き落としました、ヒューズはしかし慣れてきますとあれですね、バイエルン・ミュンヘンで強力な助っ人になりそうですね、そうですね、マンチェスター・ユナイテッドで活躍をしてバルセロナに行きましたが、スペインの水がどうも合わないということで、バルセロナからバイエルン・ミュンヘンにいわゆるシーズン終了までのリース契約で来ています、11番のケビン・シーリー、10番のイアン・スノディン、バイエルを追います、いやー、見事なスルーパスからラストパスが通るか、どうだ、落としてシュート、いい感じでしたね、シャープ、エバートンいい攻めです、5番がデイブ・ワッソン、183センチ、いわゆるご当所選手、リバプールの出身です、シャープは寒いのに半袖です、今のプレー、あ、当たってますか、当たってますね、はい、いや、小競り合いですよ、あ、やってますね、ワンツーワンですからね、フォア、もう一回ある、低いボールだ、なかなかいい攻めでしたが、うん、タッチ割ってますね、エバートンの怒涛のような攻撃です、ここは仕方のないな、ハーパー、そして10番のスドリン、逆サイドに振ります、その裏側から一人上がった、クロスが入る、おっと、はい、アドリアン・キースです、フ
168cm、はい、バイエルンの方はもう単発的な攻めしかなくなった感じですね。ちょっとこのところはエバートンがいいですね。あのちょっと虫が少なっている14番のウィルソンがなかなか活躍してますね。さあ10番のケーゴ、左利きですからね、もう全部左でやるから出しました。縦グラウンダー、うん、カットしました。思い切って逆サイドへ展開、10番のケーゴ左利き誘ってセンターリングはいいボールだ。おっといいボールでしたね。ナートが詰めてたんですがね、はい、うん、これはオフサイドですね、はい、あ、このところですがね、ディフェンダーの足に当たったんですね。ですからキーパー触れなかったですね、はい、この間にバイエルン・ミュンヘンの方はキャプテンのクラウス・アウエンターラーが変わったようです。小競り合いが続きますが、3番のバイヤーシュミット左へ展開する、10番のケーグ、ミヒャエル・グンベリが入ったんでしょうか。3番バイヤーシュミット、おや、オフサイドみたいですね。ノーボールですね、今の場面です。フラッグがもう上がってるんですね。そのようですね、はい、ダイレクトシュート見事に決まったかと思われましたが、どうやらオフサイドです。もう選手交代ですね。そうですね、シーディーが変わったんですか、はい、ネイン・アダムスが入りました。22歳、若いプレイヤーです。なかなかの端正な表情ですね。若いプレイヤーの15番ネイン・アダムスが入りました。うんと危ないぞこれは。おっとライモンド・アウマンですがね、ちょっと怖いですね。そうですね、まあ、試合経験積んでいろいろうまくなってるんですがね、はい、これは怖いです。ゴールキックを相手に渡しちゃうわけですからね、しかも最初の1点くらいと同じように相手のゴールゲッターに渡すんだから怖いですね。これも珍しいプレーでした。エバートンのフリーキック、相当激しくなってきましたね。割と足を高く上げて、上げますね、ちょっと危ないですよね。タックルかわしたエバートンの攻め、フィニッシュかな。もう1回3番のファンデナオ、戻して14番ウィルソン、バイエルンがだいぶ詰め込まれましたね、15番のネイル・アダムス、これはオブストラクションですね。ブーイングです。まあ闘志抜き出しです。2番のゲリー・スティーブンス、これはチャンス、2番のスティーブンスが蹴るのでしょうか、あるいは14番のウィルソンか。ウィルソン、ゴール前、はい、ヘディングシュート、ゴール、はい、オフサイドですね。バックヘッドで流した時その外側から飛び込んできてるんですがね、はい、バックヘッドで流した触った瞬間の位置でオフサイドが決まりますね。ここですね、はい、この瞬間裏側からオフサイドですね、はい、デーブ・ワッソンがオフサイド、足上げてましたかね。今10番のネイル・アダムス左に展開、ドルベルト・ナハトバイ、今日はチンプレーを演じてしまいました。叩いてコントロールして左へ振る、ここにもう一回ウィルソン、中を見る、戻す、7番のアラン・ハーパー逆サイド、美しい展開です。15番のアダムス、なかなかの俊敏そうなプレイヤーですね。そうですね、22歳、10番をつけているネイル・アダムス。バイエルン・ミュンヘンはだいぶ押し込まれました。
田ウィルソン、ゴール裏多くのサポーターが詰めかけています。ウィルソンパーク、バーポストをキーパー落とした、危ない、あっと、これはゴールイン。アドリアンキースに点を取りました。キーパーに対するチャージじゃないかということをアウマン言ってますがね、確かにゴールエリアの中でしたからね、はい、なかなか微妙だったとは思いますね。この後ですね、ゴールエリアの中なんですね。あ、なるほど、チャージではないかというアピールなんですが、しかしちょっと岡野さん、やはりジャンマリープパフから変わったライモンド・アウマン、ゴールキーパー182センチ73キロで、まあ、24歳キーパーにすれば比較的若いですね。そうですね、ちょっと不安があります。まあ、ユッパ・ハインケス監督は長いシーズンを乗り切るためにということで、経験を積ませるためにライモンド・アウマンを使っているんでしょうが、ちょっと怖い感じがします。何かこう地に足がついてないという感じがするんですね。ちょっとまだ自信なさそうな感じが見えますね、態度からね。マイヤーシュミット、12番のミヒャエル・ルンメニエ、あ、いいパスが出ましたが、キーパーネビル・サウスマン、またウィルソン、だいぶこの人にボール集めますね。それからこういう時にね、バイエルンのフォワードがディフェンスが入るのが遅いんですよね。ああ、なるほど、メンツいったぞ、エバートン、実に今日のエバートンは理想的な展開でいいましょうか、無駄がない展開ですね。攻めディフェンダーから始まりますしね、はい、守りトップのフォワードストライカーから始まるし、はい、そういう意味で本当に全員攻撃全員防御という、はい、サッカーの一番いい形、理想的な形を今日は見せてくれてますね、はい、もうフォワードが追い込んできますからね、はい、4番のフリック、ハンス・ディーター、うん、おっと、ありますよね、とにかく非常によく狙ってますよね。ハンス・ディーター・フリック、キーパーのライモンド・アウマン、バイエルン・ミュンヘンの攻め、ケビン・ラットクリフ、戻しました、スティーブンス、4番のラットクリフ、インターセプトして赤いユニフォームのバイエルン・ミュンヘンの攻め、通りませんね。なかなかエバートンの固い守りを崩すことができません。3対1です。深いものです。オフサイドじゃないんですか？ようやくバイエルンのディフェンダーが戻りました。危ない。リバウンド、さあ繋いだ、ミヒャエル・ルンメニエ、ルンメニエ、さあどう、これどこへ出しますか、うん、上がりました、ダーンとゴールファルト、シュートを吹かしました。立ち足がちょっと滑りましたね、ですから腰が落ちてしまったですね、はい、ネビル・サウスを、これはバイエルンのベンチですね、はい、今左にユップ・ハインケス監督ですね、そうですね、はい、カッサの名プレイヤーでありましたユップ・ハインケス率います、バイエルン・ミュンヘン、警官が出始めましたね、あ、時間がなくなりましたか、あ、そうですね、まあ、しかし今の、まあ、画面をご覧いただいても分かりますけれども、イングランドのこのサッカー場、まあ、フットボール場というのは何とも言えないこう風情がありますね、平らのところから高く積んであるんですね、水はけが落ちているところに、ケビン・ラスクリフ、ワン・ツー・リターンからラスクリフ、1回アウト、狙いが実に見ていて楽しいです、ほとんど時間がありません。イングランドリーグの創設100周年記念のチャンピオン同士の対決、イングランドと西ドイツ、バイエルン・ミュンヘンとエバートン、3対1とエバートンがリード、
明治21年1888年にスタートしまして、今年101年目のシーズンを迎えましたイングランド、エバートンが見事に3対1とバイエルンミュンヘンを破りました。まあバイエルンミュンヘンのプレイヤーにすれば、岡田さん、あの責任を与えると言いましょうかね、はい、まあ、あのホームチームですからね。そうですね、まあはい、それにしてもね、はい、エバートンは本当に全員で攻め全員で守ると、はい、運動量非常に多いですので、ね、いいサッカーを見せると思いますね、はい、解説は岡野慎一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。カップが与えられましたね。それではまた来週お会いします。ごきげんよう。さよなら。